はい、それでは次に、牧場の会津プロジェクト協議会事業であります起き上がり広報誌を使用した、PR 映像による海外への情報発信についてご説明をいたします。後ほどビデオも見ていただきますが、牧場の会津プロジェクト協議会では、昨年インバウンド部会を設立し、会津地域全体による外国人観光客へのおもてなしの仕組み作りや海外への本地域の情報発信を強化しております。今年度においては情報発信の取り組みとして会津地域の民芸品である起き上がり広報誌を活用した映像を制作いたしました。映像の内容は会津17市町村でそれぞれ絵付けを行ったオリジナル起き上がり広報誌が各地域の名所を訪れて地域を紹介し、最後の場面では会津に来て真っ白な起き上がり広報誌に絵付けをし、自分だけの起き上がり広報誌を作ってみませんかと皆さんに呼びかけているものとなっております。この映像を日本とスペインの交流400周年を記念し、スペインのマドリード市で7月23日から一般公開されるイベントを皮切りに海外で上映し、本地域の魅力を PR してまいります。イベントにおいてはさらに来場者の目を引くようオリジナル起き上がり広報誌が展示をいたします。また海外での一般公開に合わせて本協議会のホームページに映像を掲載するなど、国内外の外国人に向けて会津地域を広く PR していく考えであります。私からの説明は以上でございます。